ということで、ちょっと今日オープニングつけてみたんですけれども、今のオープニング映像を作るにあたって大量のトランジションの処理っていうのを行ったんですよ。例えばこういう感じでカウントダウンを作りたいとして、ここにですね60個のクリップが数字のテロップの形であるんですけども、それぞれに例えばディゾルブとか、頭にトランジション、お尻にトランジションとか、まとめて大量のクリップにトランジションをかけるっていう何か効率のいいやり方がないかなって探してたら、英語のサイトで割といいのがあったので、それをいくつかご紹介したいと思います。トランジションっていうのはこれのことですね。ビデオトランジションで、まあ、ディゾルブとかワイプとかあるんですけど、まあ、今回はちょっとディゾルブ系でやってみたいと思います。で、まず何ができるかっていうと、例えばこの数字のフォントとかサイズとかいっぺんに変えたいっていう時にどうするかっていうことからまず始めていきます。その場合はまあシンプルで、変えたいものを全て選択して、でここでフォントを変えれば、こんな感じで簡単にフォントは変えられます。であとサイズに関しても変えられます。ただこれは選択しているものの中に一つでも違う設定のものがあると変えられなくなってしまうので、全て同じ設定のものっていうのが前提条件になりますね。で、続いてはこういった感じで大量に並んでいるクリップがあって、それぞれに同じトランジションの効果をかけたいんだけど、一個一個やってるのがめんどくさいっていう時にまとめて処理するっていう方法に関してのティップスです。で、どうやってやるかっていうと、結構簡単で、まとめてかけたいクリップっていうのをまず全部一気に選択します。で、そこでショートカットでコマンドと T と押します。トランジションの T ですね。T って押すと、これだけで基本的にはクリップの頭とお尻に同じトランジションっていうのが一気にかかりましたっていうことがありますね。で、このトランジションの効果、これ自体を一気に変えるってことも割と簡単にできて、その場合はこのクリップとトランジションの効果全体をこうまた選択すると、この右の方にあるインスペクターっていうところで、こんな感じでですね、トランジションの秒数だとか種類とか、そこら辺が一括で変えることができるようになります。じゃあ例えば今8フレームで機能するようなものになっているんで、その半分の例えば4フレームにして、でこのディゾルブも種類も図のクロスディゾルブに変えたり、あとはイーズインイーズアウトみたいなことも調整すると、これで一気に全ての効果に対して同じ調整が加わったっていうことになります。で、このトランジションを消したいなって思った時に、これをまた一個一個選択するのはすごい手間なんですよね。で、そういった時にどうやって一括で消去できるかっていうと、同じようにクリップとトランジションを全部選択して、このインスペクターの右上にあるリセットボタンっていうのがあるんで、そちらの方を押すとどういう状態になるか、一回押します。で、一回押すとこういう状態になります。クリップ、トランジションって分かれてるんですけど、トランジションの部分だけが全部いっぺんに今選択された状態になってます。で、ちょっと作法があるんですけど、まあどのトランジションでもいいんですけど、一回クリックします。一回クリックするとこの状態で今初めて選択されたっていう状態になりますね。で、消したい場合はデリートキーを押すと全部いっぺんに消すことができるっていうことになりますね。じゃあこの大量のクリップの頭だけに全部トランジションかけたい場合とか、クリップのお尻の部分にだけトランジションかけたい場合に、じゃあどうするんだっていうことで言うと、その場合はここにあるトリムツールっていうのを使いますね。で、トリムツールにした上で選びたいクリップをまず全部選択します。で、クリップの両端に今緑色の光が出てて、今選択してますよっていう表示になってるんですが、ここでショートカットでアルファベットの U を押すと、こういう感じでクリップの頭、クリップのお尻、クリップ両方っていう感じで選択することができるんですね。例えばクリップの頭だけを選びたい場合はこういう状態にして、コマンド T って押すと、これで今クリップの先頭にだけ全部トランジションがかかったっていう状態になります。で、逆にクリップのお尻にしたい場合はもう一回 U を押してコマンド T を押すと、クリップのお尻だけに一気にトランジションをかけられましたっていうことですね。あとは知ってる方もたくさんいると思うんですけど、毎回コマンド T を押してかかるデフォルトのトランジションに自分の好みの設定のものを使いたいっていう場合、そういう場合どうやるかっていうと、
まずトランジションかけますね。で、例えば自分の好きなトランジションがブラーディゾルブで8フレームでトランジションする。で、しかもイーズインイーズアウトつける。で、これを自分が好きなトランジションだとしまして、このトランジションを選択してサブクリックをしてもらうと、クリエイトトランジションプリセットっていう項目が出てくるんで、で、これで好きな名前をつけると、エフェクトライブラリーの一番下にお気に入り登録みたいな形で自分の好きなトランジションがまず登録できます。で、登録できたトランジションは、まあ、もちろんこっから引っ張ってってクリップに当ててもこれでもトランジションかけられるんですけど、これだと今の大量処理にとか使えないじゃないですか。で、その時はどうやるかっていうと、このトランジション、自分が設定した好きなトランジションをもう一回サブクリックするんですね。で、ここの2番目ですね、 Set as Standard Transition っていう項目ですね、ここをオンにします。そうするとトランジションの左側に赤いマークがつくんですね。これで今選択されているものがコマンド T でかかる標準的なトランジションになったっていうことです。で、こういうのを踏まえて、じゃあもう一回今のオリジナルのトランジションっていうのを一気にかけたい場合は、また同じように全部選択してコマンド T を押します。そうすると自分が設定したトランジションっていうのが一気に全部のクリップにかけられる。そんな感じのトランジションの操作に関する時短ティップスっていうものを今日は紹介させてもらいました。